前田健太 NPB 一軍実動8年で97勝67敗。これ当時の広島の順位、チームの順位と勝利数。このチームでなんで8年で100勝近くして30個も貯金作れるねん。改めて振り返るとヤバい。前剣におんぶに抱っこや。2回 A クラス入ってることに驚く。2015年が無能すぎた。マジで前剣しかおらんかったわ。その後田中丸でマシになったけど。意外と強いやん。前剣がおらんかったらもっと悲惨やったってことやな。前剣と野村の2人はようやってくれたよ。あとバリントン。前剣がいなくなってから3連覇する不思議。これほんまかわいそう。抜けてから優勝するし、メジャーでも奴隷のような契約やし、相当不運な野球人生やな。野村1年目 1.98 で負け越しとか、これもおかしい記録や。前剣、バリントン、野村、新人王の翌年中継ぎやった大瀬良。中継ぎで素晴らしい結果を出し、先発にしたらゴミとかすしのだ。たまに出てきてたまにいい投球する今井福井。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いいたします。